陶器を討ち、女子を我が手に収め、おのおのその才を発揮せよ。 なかなかやるじゃねえか。まあ認めてやってもいいぜ。獲物どころか腕前もご立派ですな。無礼働いてすんませんでした。 俺らはあんたについていきやすで。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。さて今宵の宴に楽しみ。見事な格下よ。私は自由の命を天から授かったのだな。 お見事です、角下殿。あなたの戦には花がありません。よし、ここで防御態勢を取るのだ。 殿のやり方なのですね。 無事に橋を確保できましたね。
を進めましょう。殺すつもりはなかった。そう弁明しようとした将が撃たれたらしいぞ。やっぱり曹操は許す気はねえんだ。俺はこの戦から降りるぞ。別動隊が展開している。連携を取られる前に撃破したい。守りは我らが受け持った。決して何者でも抜かせはせぬぞ。これでは刀剣殿の力にはなれぬ。何を聞くしかなかろう。さて、今宵の宴が楽しみ。見事な働きだな。
ちの攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。おい、巨著殿から兵糧が届いたぞ。誤解して襲っちまったお詫びだと。おお、助かるな。これでもう一踏ん張りできるぞ。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。今だ。戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。あの地を抑えるぞ。進め。この徐州で平穏に暮らしていた。曹操殿が攻め込んでくるまでは罪なき民を脅かすこの所領見過ごせる。曹操、いや曹操、覚悟せよ。これほどまでに盛況を取る。今から、このままでは助手止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。いや、味方じゃなくてすまねえ兄者。あの地を抑えるぞ。進め。さて、今宵の宴が楽しみだ。見事だ、閣下よ。武士は奇遇のニュースを天から授かったのだな。よし、ここで防御体勢を取るのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。各方、あなたこそ真の三国無双です。戦いは避けたかったが、もはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され戦を起こす。
そのような男に助手は奪わせぬ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。気を知らせ。我らの進む先は誰にも阻まれる。あなたの戦には花があります。支援で助手を踏み荒らすか。今こそ貴様のような男に負けるとは。今はどのようなそしりも受け、それでもわしは進まねばならぬのだ。劉備にはちっとばかし手こずりましたが、刀剣の防御体制を取るのだ。申し上げます。進め。立ちはだかる者は全て切り伏せよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。進軍せよ。惑わず、ひたすらにかけるのだ。ここは呂布殿のものだ。今貴様らには渡さぬぞ。即刻帝都から退去せよ。受け取ってほしいな。本気をね。やめだやめ。こんなのやってられっかってんだ。敵将打ち取った。おのれ、これで勝ったと思うなよ。さすが皆の規範たるお働きを。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。すごいな。さすがだ。
とやっ敵将打ち取った。よくとも申し訳ない。帝都の奪還に成功する。この調子で先に進みましょう。さて、今宵の宴が楽しみ。今から
撃は誰にも阻ませぬ。カクカ殿、あなたこそ真の三国武将です。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。本気よね。今だ。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。目障りなとこは潰しちまうか。おい、ついてこい。助かりました。ありがとうございます。これよりは私たちの生命に転じましょう。いないよ。神宮。今日は決まり、獣どもめ。猛毒を妨げる輩は俺が切り捨ててくれる。曹操軍の皆様、ここはもはや緑殿の城。速やかに、速やかにお引き取り願いましょう。何者が抜け抜けと。ここは殿のもんだ。もっとの出てけ。さて、今宵の宴が楽しみ。お見事です、カクカ殿。あなたの戦には花がありますか。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。目標を完治に定めよ。一気に落として敵の船員をくじくのだ。あそこは敵には問題ねえ。俺らがいただいちまおうぜ。行くぞ。今
こそ敵の要所を叩く。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。今か。ここまで攻め込まれるとは。急ぐ、急ぎ策を講じなければなりませんな。私に勝てますかな。策などいらん。あの程度の雑魚、この俺がひねり潰してやる。目標を各地に定めよ。一気に起こして敵の全員をくじくのだ。これでこれで終わりではありませんぞ。敵将討ち取った。見事だ閣下よ。今から、今から助かったのだ。今から助かったのだ。くだらん、この程度の死を貴様らにくれてやろう。よし、俺たちの勝ちだ。今から、いやー、牧羊を取り返せてホッとしたぜ。無事演習を。なあ、純優。さて、おお、そうそう。陛下。その馬車はもしや、いかだろ。止まれ。誰が乗ってるのか中を見せろ。やめてよ、仲間。今から。やむを得ん。倒さねばならんな。俺たちじゃ太刀打ちできないか。安全は確保されたな。進軍を再開してよ。その立派な馬車、間違いねえ。おとなしく帝を置いていきやがれ。物めえ、これ打ち取ってくれよ。ここまでか。手ぶらで帰ることになるとはな。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。そこまでだ。帝を返してもらうぞ。Yeah!
のだな。これで落葉の安全は確保された。あとは巨匠への道を開くのみよ。敵将討ち取った。見事だ閣下よ。お主は治癒の荷物を天から授かったのだな。ここならば陛下の安全は守られましょう。護衛とともにこちらにお隠れください。道を開いた後にお迎えに上がります。それまでしばしご辛抱。面倒をかけるな。くれぐれもよろしく頼むぞ。誰にも止められますまい。
この地をもう今の私に何という強さ。ここは引く。敵将打ち取った。お見事、見せつけてくれますな。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。よし、ここで防御体勢を取るのだ。なんという強さ。ここは引く。敵将打ち取った。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。今か。さて、今宵の宴が楽しみ。これ以上は無意味だ。撤退しろ。貴様、申し訳ありません。驚いた。曹操軍はこれほど盛況なのか。心強い護衛を得られたようだ。私の気力が破れようとは。敵将打ち取った。さすが皆の規範たるお働きを。おや、近くで戦闘の行く。これは私もご一緒せねばなりませんね。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。アイルを選ぶとは不用心ですね。我が兵器部隊が華麗にお相手しましょう。あの拠点を制しましょう。皆の才があれば成し遂げられるはずです。おれ、これで勝ったと思うなよ。敵将打ち取った。遥かなものさえまるで比類なきものですね。今か。呪いは我らが受け残る。
何者にも抜かせはせぬぞ。今か。よっ。すごいな。さすがだ。ああ、私の兵器部隊が。炎章殿にお詫びのしようもありません。知らせてやれ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。盛況な兵を要する。本拠が稼働を迎え、何
何が違うというの。曹操が許されて、わしが許される道理はない。奴を討ち、帝を我が手に収めてやる。妖王様、一体どうして裏切りなんか。曹操殿に成り代わろうという欲が出たか。ならばここで撃つのが得策だろうな。妖王の旦那、手を貸しますぜ。久しぶりに暴れてやりてえと思ってたんだ。徐行殿、君は武の高みを目指しているはず。そんなところでくすぶっている場合かい。今の拙者も分かっているのだ。しかし妖王殿には世話になった恩がござる。それは恩の上であぐらをかくようなものだ。いつまでも迷ったままとは君らしくないな。思い悩むあまり心が曇っていた。かたじけない。一度体勢を整えて参る。こいつは分が悪すぎるぜ。俺たちは先に抜けさせてもらいます。わしとて帝を迎えられれば。さて今宵の宴が楽しみだね。ご活躍ですね。心強い限りです。目標を彼の地に定め、一気に落として敵の船員をくじくのだ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。今か。貴様ら、帝をどこへやった。すぐに差し出すのが身のためだぞ。はずではもはや引くしかあるまいな。さて今宵の宴が楽しみ。お見事です。ケタ殿、あなたの戦には花があります。敵の要所を叩く。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。
あの者ら分不相応なものを抱えておりますが、まさか帝の宝物を奪ったのでは。捕らえて正さねばなりますまい。チキショー、分かったよ、返せばいいんだろう。この宝は俺のもんだ。返してほしけりゃ力ずくで来な。分かった、宝は返す、だから許してくれ。チキショー、分かったよ、返せばいいんだろう。ヘイ、追いつかれたか。せっかくのお宝返しちゃしねえぞ。今か、分かった、宝は返す、だから許してくれ。やはりこれは帝の宝物。この調子で残りも取り返しましょうぞ。さすがのお働きですな。残る宝物はわずか、どうにか頼みますぞ。帝の宝に目をつける輩が他にもいる。だがこれは俺のものだ、絶対に渡さん。宝はお前の好きにしろ。お働きでしたな。これで全ての宝物を取り戻せました。お前に帝の守護は荷が重いであろう。そうそうよ、あとはこの円本書に任せるがよい。それはできない。わしの理想を叶えるために必要なのだ。己の野心のために帝を利用するだと。まさかお前が当爵と同類であったとは。大軍から炎将軍の増援が船着き場で食い止めるぞ。見事な格下よ。
私は治癒のニュースを天から授かったのだな。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。今からよっ、てら、ファンを目障りなとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。私はわしらの手で押さえる。狙いを定まった。敵の足場を崩し全員を損。今から、はい、これは守りは我らが受けのと決して何者にも抜かせはせぬぞ。我が軍師核がこそ真の三国無双よ。進軍の要を奪われようとは、もはや撤退するしか道はないか。船着き場を制圧できました。これで炎章は援軍を送れません。なんたることだ。さて、今宵の宴を楽しみ。見事だ、閣下よ。お主はチームのニュースを天から授かったのだな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。子供はどいていろ。帝は俺がもらう。両軍にかまけてはいられぬというのに。いまいましい奴らめ。どうにもならん。敵将討ち取った。頑張ってるだな。今から今から
守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。続ける意味もない。道はまだ開けぬようですが、敵の兵力を背く手はないものか。宝物を使えば敵の気を引けるよ。味方の恩義を守るためやるしかありません。この辺りでばらまくのが効果的でしょう。それ！
演習も呂布の侵攻による混乱も呂布は我ら
陽動部隊には敵を引き、その間に私たちは敵の策を探ろうか。曹操殿を追い詰めた隆臣か。なんとか彼に一泡吹かせたいものだ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。かの血はわしらの手で押さえる。あそこにはご飯があるかもな。よし、オイラたちがもらっちまうぞ。あそこは敵には問題ねえ。俺らがいただいちまおうぜ。あの血を抑えるぞ。進め。よっ、あそこにはご飯があるか。よし、おいらたちがもらっちまうぞ。よっ、行くぞ。かの血はわしらの手で押さえる。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。あの血を押さえるぞ。進め。目標をかの地に定めろ。一気に落として敵の船員をくじくのだ。ここで防御態勢を取るのだ。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。わしらは陽動部隊だ。このまま炎上まで派手に暴れねばな。まずはこの辺りの将を狙うぞ。無茶をするなよ、猛徳。これが曹操軍の力か。一度引き、父上に援軍を要請しよう。敵に囲まれてしまった。この砲を閣下殿に渡さなければならぬのに。敵の石膏を取り、策が漏れでもしたらどうすれば。さて、今宵の宴が楽しみだ。見事だ閣下よ。お主は自由のニュースを天から授かったのだな。何。さて、今宵の宴が楽しみだね。いいぞ、頑張ってるだな。
せぬぞ。今から狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意の損。炎上の敵をおびき出すのが我らの任務だ。ショーを倒して派手に暴れるぞ。よし、大暴れして敵を城から引き剥がそう。そうすりゃ天衣様はきっと助かる。策を蹴取られないためのやられ役、引き受けるのではなかったわ。角殿に言われた役目は果たしたか。ここは引こう。目星い敵将はいなくなりました。これで敵の目は引きつけられたはずです。敵の目はわしに向いておるな。このまま進軍を続けるぞ。盗みとは厳罰に値する。この私が処断しよう。味方を攻撃している。反乱だ。ルキン殿が寝返ったぞ。どうなることかと思ったが、これで情報を閣下殿にお渡しできる。すでに与えるべき罰は与えた。私も進軍し遅れを。裏切ったわけじゃなかったんですね。それにしても怖かったな。どうするか、崩し戦意を損。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。暴走軍に嗅ぎつけられるとは。いいか、家計部隊を守りきるぞ。ここが狙われるなんて、敵の軍師も角殿に匹敵する知恵者か。やられてしまった。俺たちがいなきゃ家計は。暴走軍め、我らの拠点を吸収するとは。長州殿への補給を断つつもりか。ここ
この物資が奪われれば炎上はもつまい。何としても敵を退けねば。さて、今宵の宴が楽しみ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。長州殿のために用意した物資が流氷で使命を果たせず面目ない。曹操軍とは悪の盛況なのか。敵なら見事なものよ。お呼んでる友の楽しみ。おい、外の奴ら押されているぞ。なぜ格様は出撃させてくれないんだ。仲間の危機を黙って見過ごせるか。俺は出る。曹操軍を討ち取ってやる。敵の陽動と誘引は成功。みたいだ。進軍の命が下るまで戦線を維持するぞ。伝令、曹操軍が流氷軍の拠点を急襲。補給物資が奪われました。補給を断たれたってことか。これは厳しい戦いになるな。さて、今宵の歌にも楽しみ。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。あの地を抑えるぞ。進め。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。まさか郭殿の策が見破られたのか。家計部隊は策の要。何としても守り通す。守りきれなんだ。ああ、これでは郭殿の策が成り立たぬ。進軍やめい。周囲を警戒。防御陣形を展開せよ。ここであったがあんたの運だ。
きつい。一つ出直そう。敵将打ち取った。見事な格下よ。お主はチームのミスを喧嘩を授かったのだな。敵の足場はぶっ潰しておかねえとな。お社寺様から伝令、少数の敵が乗り込んできた模様。それはまた無謀だろう。何かの策か、それともやけにやったか。とにかくあの部隊は動かせない。そうするなら俺と小社寺殿で十分だ。曹操軍に化け物が2人もいたとは、これは計算外だ。降参するしかないね。曹操を打ち果たせるとは無念。あなたが奴らを片付けてくれたみてえだ。私も一踏ん張りでさ。伝令、天様、炎上で交戦している模様。あの絶望的な状況下でまだ、いや、アクライならば当然の働きか。今か。しまいなのか。さすが殿でさ、わしも上に立てたよ。よかった。さて、今宵の宴が楽しみだ。さすが皆の規範たるお働きよ。我が軍師、核家こそ真の三国無双よ。そうそう、可否城は水攻めで落とすが上策。閣下殿と俺で必ず成功させます。順位みな、この戦にて両札を打ち果たすぞ。今から城まで、城まで敵が入り込みましたぞ。はっ、両札、ここは策にて敵を押し返しましょう。ベタどもを蹴散らすのに策などいらん。俺が片っ端から踏み潰しやる。離せ、雑魚どもが。この両方線に縄を打つなど許さんぞ。よし、ここで防御体制を取るのだ。
が、この火器の輪が破けるか。王妃のもとに志を散らすとは。物が武の身を頼み死を感じた。よく、それがお主の敗因だ。軍略というものだ、リフリ。武に任せ、暴れるだけのお前ではわしには勝てない。ならばお前が言うその軍略と俺の武が合わさればどうだ。ほう、我が軍門に下る気があるか。そうそう、呂布の本性は獣、その分惜しみ惑われませんよ。うわ、己の指。さらばだ呂布よ、最強の武を誇りながらこの火碑に果てるがいい。曹操殿、こたびの救援は。英雄が揃っていると。ずいぶん幸せな悩みだけれどね。しかしそれでも利用しなければ。あんた、ありがとう。お言葉に甘。報告、炎術が帝を占勝し北上。炎帝を占勝する炎術を打つ。全軍進め。ある陳を前にして無礼な奴らめ、誰かあやつらを打ち払え。よっ、
ありえぬ。このような無残を陳が晒すなど。他人の帝を称しながら哀れな姿よな。その程度の器では乱世など収められぬ。敵将討ち取った。炎章が高層山を打ち破ったとのことです。わしが中原を制し、炎章は家北を手中に収めた。いよいよ機は熟したといったところか。ついに炎章との決戦ということですね。うん、兵の高で見れば炎章は我らを圧倒する。しかしお主らの才官はそれを凌駕しよう。巨匠に戻るぞ。決戦に向け万全の体制を整えるのだ。炎術は打った。いよいよ次は炎章との対戦か。その席。おや、では手はず通り。うん、父よ。父の暗殺を企む者がいたの。炎章は数に、ま、周囲の戦線を制圧し、その先の炎章を撃つ。戦力差は千秋と竜雨とで覆している。友軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。今こそ曹操との雌雄を決する時を。目指すは敵本陣のカット城。全軍進め。これよりカット城の攻略を開始する。工場兵器部隊はその異様を示すのだ。どうぞ。なかなか上がくではないか。増援を要請せよ。奴らを圧倒するのだ。兵の曹操が我が大軍に打ち勝つだと。認めん。断じて認めんぞ。この勝利で殿の家北での覇権はなった。みんな勝ち時だ。勝ち時をあげよう。曹操との道は開く。先を見届けられない。今から
とう様。万歳。戦力を集中すれば勝算が高まろう。私たちは友軍に合流するぞ。友軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。純勇殿、関東での働きは素晴らしかったね。あの戦、あなたが炎章の急所をついたようなものだ。いえ、俺の働きなど閣下殿たちに比べれば微々たるものでしかありません。関東の件はたまたま敵が話を漏らした相手が俺だったというだけで、俺はただ得た情報に対して最善と思える対処を殿に申し上げたまでです。随分謙遜するんだね。純勇殿らしいといえばらしいけれど、俺はどうも性分というのでしょうか、人の先に立って戦を描くというのが増えてです。黙って何かをするのは苦ではないのですが、あなたや文尺殿、角殿のようにはなかなか。リン、おや、俺の名前を出すおしゃべりがいると思ったら純勇なのか。酒が入ると口がよく回るようだ。角殿、邪魔して悪かった。俺はよそでチビチビやらせてもらうよ。些細ないたずらであれ体型であれ、彼の人を驚かす際は見事なものだ。はあ、角殿にはかないません。そう言われると困ってしまうな。あなたにも私の後を任せたいと思っているのに。角殿、いや何でもない。純勇殿には純勇殿の良さがある。特に私の先にどこまでも付き合ってくれるところがいいね。あなた以上の友はいないよ。はい、どこまでも付き合いますよ。
それが私の唯一望むもの。闘技を盾にあがく者たちを消し去る好機、緩急剣。金を打ち取れ。